はい、どうも皆さんお世話になっております。偏差値親父です。ということでね、先日ですね、若手さんに出させてもらいましたら、なんと、若い方にいろいろ登録をしていただき、誠にありがとうございます。私はですね、裏見てもらえばわかるスピーカーとかピアノとかあるんですけども、基本的には音楽関係の仕事をしてて、オカリナっていうね、楽器を作ってるメーカーさんなんで、それの YouTube 配信だったんですよ。で、息子がね、去年、受験で、素晴らしい法政大学に行きまして、ね、それの1年間じゃないか、共通テストの200日ぐらい前からちょっとね、ドキュメンタリーとしてね、こう追ってったわけですよね。偏差値が上がってて、どこ目指してんのかみたいなね、もしね、ご覧いただきたい人はこちら、ね、再生リストになってますので、ぜひご覧ください。で、そこで若手さんで取り上げてもらったら、若手さんから来てる人が、登録いっぱいしていただきありがとうございます。まさかこんなにね、バズるってこれかと思いましてね。うん、ありがとうございます。で、そこで、大体コメントで多かったのが、偏差値親父、草とね、わらとか、そっち系ですよ。あと、法政で喜べる、いいねとかね。あとは、法政大学ね、のキャッチコピーをね、偏差値親父作ったなんてね、そうなんですよ。息子法政、マーチに行ってますけどさ、これが法政大学のやつなんだけど、自由と進歩って書いてあるんですよ。で、僕ね、言ったのが、法政大学いいですよ。だって、マーチだもん。これどうですか？最強ですよね。法政大学いいですよ。だって、マーチだもん。ぜひ法政大学の皆さん、キャッチコピーとして譲渡しますから使ってくださいなんていう話をしてたらですね、実はですね、悩んでる人が結構一定数いらっしゃって、こんな僕にですよ、この僕に、お父さんは法政に入れたかった？いやー明治あたりねちょっとお父さん入学式っすよ悩みをね、コメントしてくれる人がいらっしゃったんですよ。で、僕も一応コメントは全部返したつもりなんですよ。で、マジの悩みの人にも返してたんですけども、これ皆さんで一回シェアをして、おそらく分かってを見てくださる人っていうのは学歴が好きだろうし、それなりの大学に行ってる人が見てる。もしくは、行きたい高校生が見てる。あるいはそれなりの、親御さんが見てるのかなということで、意見をね、賜りたいなということで、ちょっとやっていきたい。ですんで、偏差値親父の悩み解決の部屋ということでやっていきたいと思います。さあ、で、今日はね、いくつかあったんだけど、まずこれが一番いいかなと思って、名前とか伏せますけど、いきますね。地方公務員26歳です。分かってを見ると、よく思うことがあります。何でしょう。受験期の後悔って社会人になった今でもふつふつと蘇ります。26歳ね。じゃあ大学に、入り直せばっていう話にもなるんだけど、なかなかそういう決断もできないと。それが私の今抱える数ある悩みの一つですと。偏差値親父さんならどうお考えになりますか？ご意見いただけたら幸いですっていうわけよ。ね、この親父に、で、一応僕はね、コメント返したんだわ、返したんだけども、おそらく皆さんの中でも、そのいわゆるこれは学歴コンプですよね、学歴コンプの方もいらっしゃると思うんですよ。で、この方は結構ツッコミどころあるんですよ、あるんだけども、そこ突っ込んでもしょうがないから、ちょっと建設的に自分がどうやってその学歴コンプを持ってる人は薄めてったよとか、あるいはこうやってったらこの人改善するんじゃないかって、この悩みがね、もしね、ありましたらコメント欄にください。あとは学歴の話とかで、どうやって2時間でね行けたんですかとかっていう話もあったから、ちょっと悩みがあったら、もし皆さんで解決していこうという話でございます。さあ、行きましょう。どうですか皆さん、この26歳、で、これね、僕この1年ぐらい若手 TV さんとか見たりして、いろんな、なんていうの、教育系の、大学の、YouTuber さん見てると思うんだけど、実はその学歴コンプって、学歴に対して、学歴コンプをね、チャット GTP で僕調べた。それも一応使いこなせるから。学歴コンプ。学歴コンプレックスとは、これチャット GTP ね。
個人が自身の学歴に対して自己評価が低くなる心理的な状態を表す言葉です。多くの社会や文化では学歴は個人の社会的地位や成功の指標とみなされることがあります。そのため学歴が低いと自己価値観や、自信に影響を与え、他人と比較して劣っているという感じること、これが学歴コンプだとチャット GTP さんは言っております。まあ大体そうだと思いますよね。でそうなんだけど、僕がね相対的にこういろんな人見てると、実は学歴コンプってそこそこ学歴がある人が持っちゃうんですよ。そう思いません？例えば同年代を、まあ、100人集めて、まあ、100位がまあ一番ねビリとして、まあ、1位まであるわけじゃない。でじゃあこっちの人が学歴コンプ持つのかっていうと、実は学歴コンプって違うんですよね。ある程度なんつうの、大学に行ってる人がコンプんですよね。うん、だから実は底辺の人がね、学歴コンプってあんま持たないんですよ。ある程度大学行ってる、もしくはある程度日東駒線に行ってるとかね。ごめんなさいね、ディスるつもりはないです。僕のいとこ日大だから。ではこの間もやってたじゃん、若手さんで日東駒線の人に日駒とマーチの差を聞くみたいな感じで。だって日東駒線って言ったら普通に考えたらですよ、レベル上から数えた方が早いんですよ。ただ学歴の中で見ちゃうとちょっと劣ってるように見える。だからおそらくこの方も、地方公務員に受かってるっていうんだから、あの試験を突破してるわけですよ。あのなんていうの、推論みたいな、こういうのあるじゃん。うん、僕は解いたことないけどね、頭痛くなっちゃうから。うん、でおそらく大学にも行ってんじゃないのかなと思いますよね。もちろん高卒枠はあるけど、受験期の後悔って社会人になった後でもふつふつと蘇りますって言ってるのが、多分大学卒で入ってるんですよ。ということはやっぱり僕のこの考察は正しいと思います。ある程度学歴がある人が学歴コンプってなるというね。で実は僕、仲いい友達が社長なんですよ。何に言ってたらいいのかな、不動産か、不動産関係の会社2つ持ってるんですけど、中卒なんですよ。中卒ですよ、高卒じゃないよ、中卒だ。高校行ってないのよ。でも会社2つ持っててめっちゃ儲かってるんですよ。うん、でその人学歴コンプゼロ。うん、だって中卒だからその比べる対象もないんですよ。うん、で別に学歴があってどうすんのみたいな話だからっていう感じもあるから、ある程度学歴がある人がコンプっちゃうっていうのが、この学歴コンプのなんていうのかな、一つのネックのところで。で例えばうちの息子法政行ったじゃん。うん、法政って喜べんのっていいねって言うけど、喜びますよ法政は、だってマーチだもん。で法政に聞いて、あの法政の友達に聞いたら、実は明治落ちが多いってね。やっぱ明治さんには届かないとね、マーチのやっぱメムには届かないと。うん、それはわかると、うん、確かに偏差値ね 2.5 からね、5ぐらい違うよね。うん、まあ、難しい。うん、明治さんには届かない。じゃあ明治行っときゃ学歴コンプないのかって言ったら、これも分かっててさ、やってたよね。やっぱり早稲田落ち明治が多い。もう早稲コンが明治にはある。え、じゃあ早稲田行ってりゃいいのかってなるじゃん。そうすると早稲田も一橋落ちが多い。え、どういうこと。じゃあ一橋に行ってりゃいいのかって言ったら、東京の文一に入って、まあ、そうなっちゃうわけよ。だからどこに行ってればいいんじゃなくて、ある程度上に行けば行くほどよりコンプって強くなっちゃうんですよね、多分。うん、だからこの方も地方公務員になられた、おそらく大卒でなれた、ということはそれなりの能力値っていうのはあるはずなんですよ。だけどふつふつと、あの時だ、分かんないですけど、例えばマーチで総計に行きたかったのかとか、地方の国立で実はまあ横国とか千葉とか筑波とか、行きたかったのか、それはちょっと分かんないけどね。まあもちろん多分皆さんも、すごくその学歴コンプってあると思うから、まあどうやってね解消したらいいかっていうことをぜひコメントしていただきたい。
建設的な感じね、否定的なコメントはいりませんから、多分この人もよう重々分かってるはずなんで、で僕が返した答えっていうのは、人っていうのはやっぱりその時期時期によってやるべきことがあると思いますよっていうふうに打ったんですよ。だから偏差値親父って何歳ですかっていうのも来たんだけど、いくつに見える、うん、キャバクラかって話じゃん、うん、昭和52年生まれね、もう昭和生まれだから46歳、うん、だって息子がだって大学1年だからね、うん、まあそれにしても割と、うん、友達の中では早かったね、26で結婚して27の息子だから遅くはないかな、うん、むしろ早いぐらいかもしれないね、今だったらね、うん、で例えばやっぱり小学生とか学生のうちって勉強やりなさい勉強やりなさいって言われて、その耳痛いじゃん、これ多分見てるさ中学高校生とかの人もいると思うんだけど、やっぱりね学生の時って勉強なんですよ、うん、やっぱりそれをやるのがその時期の人、まあもちろんスポーツやるのもいいと思うけどね、うん、でじゃあ僕の46歳になって、じゃあヴィンテージネクステージ覚えてどうすんのって話じゃん、何の役にも基本立たないんですよ、うん、なので僕はね、そのこの人に言ったのは、その人っていうのはその年齢に応じて、まあ、あるいはその年齢年相応のやるべきことっていうのは絶対にあると思いますよってことは言ったんですよ。でもそれを今考えてても、僕はね今やるべきことがこのね、人にはあると思うんですよ、26歳の。でその今やるべきことというのをやらないと、これが36歳になった時に出世で遅れるはずなんですよ、この人は。あん時きっちりやってなかったから、まあ、主査か主任かちょっと分かんないけどね、地方公務員のその序列はね、うん、だからやっぱりその後悔があるんだったら今その会社でやるべきことをやる、でまあ地方の行政職ですから、その地域の偏差値を上げてくれっていうふうには言ったんですよ。まあかっこいいねと思いながらね、うん、まあやっぱり公務員っていうのはその地域に根ざした社会の偏差値を上げてくれれば僕はいいなと思ってるんですよ。ただそれをねおろそかにしちゃって、10年前のやつを引きずっちゃうと、じゃあ今度10年後、ああ20歳でやっとけばよかったなって必ずなると思うんですよ。だから僕なんか20代はもう仕事やりまくってましたよね、うん、だから23歳で BMW 乗ってて、しかもオープンカーで、当時流行ってたアリストってい こうビップカーがあったんですよ。ビップカーなんていうの、でその2台持ちですか、 BM とアリストで、 BM はオープンカーね、でロレックスはめて、もうやからですよね、もうそういう感じで、やっぱり20代は20代でやっぱ仕事で僕は頑張った方がいいんじゃないかなと思ってます。あとはまあ結婚がね今ね大前提ではないけども、まあパートナー探しもいいだろうし、まあ遊びもいいだろうしね。なのでまあ僕の結論としては、やっぱり今目の前に起きてることっていうのを、まあ、一生懸命やる、うん、っていうのが振り返ってみてそのコンプレックスをなくす、うん、だからこの人がもしねこれを引きずったまま生きちゃうと、うん、36歳10年経った時に今度はこう本当に役職で同期に置いてかれたとかっていうコンプが生まれそうでね、うん、多分能力はあるはずなんですよ、うん、だからもうそれはそれとしてね、学歴は自分の履歴書に刻むだけですから、うん、今のやるべき仕事、うん、もう何かにいるか知らないけどね、うん、頑張っていただければいいなと思ってるのと、これを見てるなんていうのかな、学生の皆さんはぜひ勉学っていうのは今しかできないから、うん、で偏差値親父もいろんな、それこそ偏差値親父のいとこは東大出てるからね、から友達は、まあ、名だたる国公立から早稲田慶応までいるけども、学生の時に勉強しとけばよかったっていうやつはいるけど、勉強して損したってやつはいないから、うん、ぜひね学生の皆さんは本当にね頑張ってもらいたい、うん、で大学目指す人はやっぱ一個でも僕はいい大学に受かってもらいたいの思う。
で、うちの息子は法政で、あの本来喜べていいねって言うんだけど、うちの息子は法政でめっちゃ喜んでるから、うん、だからうちの息子はないと思うよ、うん、あの学歴コンプは。だから偏差値親父は今46歳の今、12時半です、うん、でもこうやって YouTube を撮ってるわけよ。それが今私ができること、うん、で、一人でもね、悩みが解決とはいかなくても緩和できればいいかなと思ってます。で、ぜひこの方ね、能力は絶対あるはずなんです、うん、頑張っていただきたいなというふうに思ってるとともに、あの皆さんの中でも実は自分もね学歴コンプなんだよって人はどのようにそれを克服したか、うん、ああそういうね、克服の仕方、まあコメントで建設的な意見ね、建設的な意見、あの否定的な意見はいらないから、うん、ということで、例えばこれがですよ、高3の受験生が12時3分に24時3分に YouTube 撮ってたらこれは怒られますよ。今もネクステグッと言ってくれました。もう単語詰めてターゲットやってね、ネクストやって長文読んでポレポレやって、明治いいんじゃない、明治、うん、青学もいいないや法政いいよ法政、うん、だってマーチだもん。じゃあまた